しかし交渉が終わろうとしていた頃、幹部が袋から取り出したのは日本の医薬品。ここに来た日本人が置いていったものだと言います。しかもかなりの量です。There are many, many, many. So Taiwanese, Chinese, just like you, come here to buy it. こんな辺境の町で、すでに争奪戦が始まっていたのです。早速日本に送る準備が始まりました。しかしここで問題が。これまでにも生きたウナギを日本まで送った業者がいたそうですが、輸送中に全て死んでしまったそうです。日本まで丸3日、無事届くのか。プロツール、それはものづくりを支える工具たち。ちっぽけな存在かもしれませんが、とても大切な役割を担っています。私たちはそんなプロツールをものづくりの現場へ毎日お届けしています。ありがとうという一言のために私たちは汗を流し続けます。頑張れ日本のものづくり、プロツールカンパニー、トラスコ。 The power of dreams. It was fascinationSing you were on with the moon right above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. 馴染んでいく。ずっとフィット。好きなこと話したいとき、共通の話題探すよね。あ、はい。じゃあクライアントとの共通の話題は？え？だから日経読むのよ。あ、だからか。日本経済新聞。お試し1週間無料。新聞を開いた時やめくった時のあの感じを大事にしました。 iPad アプリも登場、日経電子版。マダガスカルで安くて美味しいうなぎを見つけた塩尻さんと江塚さん。うなぎを買い付け、生きたまま日本に送ることにしました。しかしこれまで何度か試みた業者はいましたが、輸送中に死んでしまい、成功したことはないと言います。2週間後、先に帰国していた2人を追うようにマダガスカルからうなぎが届きました。香港を経由し、ここまで丸3日。さらに1時間半かけて浜松へ。やっとある問屋の倉庫に到着しました。待ちわびていた2人。生きているのか。水槽の中へ放すと泳ぎ始めました。全部生きていました。愛着が入った。本当ですね。ちょっとだけ涙です。やりました。7月下旬の土用の丑の日までに10トンを仕入れる予定。まずは浜松の専門店でお目見えします。うなぎが少ないということで困っているのは浜松の皆さんだけではなく、日本、全国だと思いますので、日本の皆さんにも受け入れてもらえるんではないかなと思ってます。土用の丑の日のうなぎといえば、
日本の夏の風物詩。美味しくてしかも手の届く価格でうなぎを食べたい。なんとかこの伝統の味を守っていってほしいものです。次回のガイアの夜明けは地方で人気のスーパー。信頼できるっていうかな。消費者の心をわしづかみにする新たなサービスとは。何でもお困りの方は言ってください、はい、何でも。一方タクシー会社も生き残りをかけて意外なサービスを始めた。お墓参りサポート入りました、はい、不便を便利に正気あり。この番組は日本経済新聞社キャノンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。旅行を安く、航空券だけじゃありません。みんなで来るっていいね。来年も来ようね。夏はこうですよね。代々夏は家族のものだった。今日ロマンスカーで新宿から箱根へ。エメマン外回り営業。あなたもエメマンペット。ああ、いいサイズだ。ふた付きで持ち歩けるから忙しいあなたにもぴったり。いつもお勤めご苦労さんでございます。ご苦労さんです。乾杯。帰っていい？ダメ、駐車違反です。エメマンスリムペット誕生。ガチャ。 FX に強い武器。でもその武器古くないですか？はい。ザ・ニュー FX セントラル端子 FX。日本あどうだどうだ。おお、トラックはもうハイブリッドで昨日デュトロ。商売のためにも京都の空気のためにも地球のためにもな。地球に仕事にハイブリッド昨日デュトロ。俺が配達。第一商品ついに買いました。金セミナーで勉強もできたしサポートもあっていいかなと。時代は実物資産金へ。まずはフリーダイヤル431-561。だね、夏のハチミツレモン。いい楽器だね、塩が入るよ。え？塩が入るよ。ハチミツレモン。塩入り。あの銀行が